あ、そういえば、マリカ杯に出ます。去年、あんなにも苦労したのに、証拠にもなく出ます。だって、普通にマリカはおもろいし。マリカはね、何も普通にただただ楽しいゲームなんですよね。ただ俺に赤コーラを投げてくるやつが間違ってる。マリカ練習は当然しますよ。なんか A チームメンバーは強そうだよね。てかさ、ルベがさ、俺勝手にルベがさ、任天堂ゲーム強い印象あるんだよね。ヒーローなんかゲームうまくねっていう、その節はある。マリカコラボやってんだ。じゃあ強いか。カゲツくんはもうゲームなんでもうまいんだね。あれだな、対戦を確認。誰だっけ。ヒーロー名前多すぎて。どこに逃げようと必ず見つけ出す。稲見くんじゃなくて、いや、ロウくんはうまいでしょ絶対。あ、一徹くんだ。一徹くんあんまゲーム苦手そう。あ、ウェインくんも若干ゲーム苦手そう。ロクマリカあんまなんだ。でもやっぱロウくんはあれだからね、ブレインだから。さっきのマリカは芸術なの？そうなんだ。あ、なんか、新人さんがいっぱいいるよね。確か A グループ。新人、てかもう新人さんでもなくなってくるんじゃないの？まさか。稲見くんと、はいはい、あ、そんなに新人さんだらけってわけでもないわ。やばい、樋口さんいる。まあいけるか。マリカ杯決まりましたね。私もいつですか、H チーム H リーグH リーグっていうのかな。H リーグの方でね、出場させていただくんですけども、はい、いやー、そう、本当にね、本当に今年、いや、もう出れないものだと思っていたので
私もうマリカ杯は出れないものだと思っていたからさ、よかった出れるんだと思ってね、抽選大取りで、そう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 、いやよかったよ、うん、結構最後の最後の方までさ出てこないとさ、ビビるよね、一応私同時で見てたんですけど、そしたら最後の最後まで出てこなくて、あれこれシキラギもしかして、え、なんかあれか、参加ミスったかみたいな、もう私もギリギリまで焦りましたけど、そう、あれと思って、さあれ参加申請出し忘れたかと思ったら、あ、ちょっと鳥でしたね、そう、うん、いやでもだってディスコード入ってるしなと思ってマリカ杯のディスコード入ってて参加漏れなことあると、そんなことはないよなと思って、うん、そしたら大取りでしたね、はい、よかったよかった、うーん、いやー楽しみだよ、めちゃめちゃ楽しみ、いやー、やっぱね、かなえさんとか、HE チームは、誰が、あれでしたっけ、強いというか、なんというか。H リーグは、H リーグは誰が強いのかな、あ、成瀬さん強いのか、確かに。かなえさん、まあ、かなえさん強いだろうな。かなえさんと、なるせさんか。なるほどね。なるほどね。まあもうこればっかりは。こればっかりはもうしゃあないか。ちょっと頑張ろう。新人たちもわからんね。わあ、そうな。確かに、ルリジョーと、ウサミくん、なんかわかんないけど、ちょっと強そうなんだよな。レビィさんが一応去年も、リーグ同じだったかな。はい。結果として、シキナギは走れませんでしたが、はい。一緒に走ることができなかったので、果たして同じリーグだったと言っていいのかわからないですが。そう、レビィさんはね前回確か一緒でしたね、本当にシキナギアキラが出てきた時、この世は無常で、この世は無常回線落ちそれでコメント欄がまあ埋まりに埋まりうるせえって思いながら、こううるせえと思って、いやでも本当にね、ちょっとちゃんとね、ちゃんと頑張りたいね。どっかでちゃんとやっぱ出たい。どっかでなんかちょっと練習配信とかも組みたいね。っていうとこですかね。はい。っていうとこですかね。